浦和レッズ西川周作です。今回はパントキックを披露します。ボールによってやっぱ蹴りやすい蹴りにくいとかやっぱあります。おお、はい、今のボールはすごく蹴りやすい、軽い感じがして、まあ、思いより軽い方が蹴りやすい。ちょっと何度か練習してもらうんで、動き確認しといてください。あ、これですか。ダメ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 、ちょっと低い。いや、じゃあ低いね。あ、これ高い高い高い。あ、高い高い高い。高いね。あ、大きい大きい大きい。ズバッていくときは。もう回しっぱなしでお願いします。こんな感じで、よっ。おお、入った。おお、はい、カットカット確認します。完璧ですね。完璧ですね。入ったー。いや、素晴らしい。ナイスケンちゃん。入ったー。おー、ウォーミングアップのルーティン的なことなんで、こうやって取り上げてくれるので、じゃあ俺練習に行く。そういう見方がされるんで嬉しいですよ。最近なんかみんなが見てくれてるのかなっていう感覚で練習楽しんでもらえれば次には嬉しいですね。入ったー。おー。入ったー。おー。足を持っていくっていうイメージなんですよね、僕の場合は。よくこうやって投げる子供たちもいるんですけど、こうやって投げてしまうと足を持っていった時に当てるのが非常に難しいっていうことで、腰の高さに足をそのまま持っていくっていうイメージで僕は蹴ってるので、なので止まったボールを足で蹴るっていうところにいつも意識しながら、で最初は遠くに飛ばすんではなくて近場から進めていって、だん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 遠くチャレンジするっていうことをよく練習してます。まずゴールキーパーの仕事はゴールを守ること、その次にやはり取ったボールを自分でいい選択ができればチームの本当に攻撃の第一歩としてゲームメーカーという意識で、できると思うので、まあ、キーパーは守るだけが仕事じゃないよと、攻撃して、チームのために貢献できるポジションだと思うので、そういったところを僕のプレーとしても見てもらいたいですし、子どもたちも止めた後に攻めるんだぞっていうイメージを持ってもらえたらなと思います。やはり90分間通してシュートセーブがあったからこの試合1対0で勝てたとか3対0で勝てたとかって、まあ、周りの方に評価してもらえるところは非常に、やりがいを感じますし、やはりこう得点をした選手にスポットライトが向きがちなんですが、90分振り返ってプレーがあったからよかった勝てたって言ってもらえるのが僕は嬉しいです。おお、入ったー。おお、入ったー。おお、福州ちゃん、次無失点あったら170で記録作るんで。なるほど、なおさらいいタイミングだとね。あとは僕次第ですね。ちょうどいいぐらいのタイミングになるかなと。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like, subscribe, get push notifications. Like, subscribe, push notifications.